どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第166回。俺的映画速報では今週の映画興行収入を見ながら、今週の映画のトレンドについて語っていきますということで、はい、5月21日22日の映画興行収入ランキングが興行通信社より発表されましたということで、今週はねこんな感じになってるんですね。新作が1、2、3ということでね、新作が、3作入っていて、ちょっとだけね、上位が変動しておりますということで、今週はねどうなるかと、思っていたんですが、今週の第1位はまあどうなるもクソもなかったわね。はい、新ウルトラマンが、首位を守りましたということで、こちらはですね土日2日間で観客動員31万2000人、興行収入が4億8600万円を記録しました。そして累計成績は早くも動員134万人、興収は20億円を突破しましたということで、まあ大ヒットということになりますね。2週目にしてもう20億円を突破しているということで、さあどうなんでしょうね。今週がね、2週目が4億8600万円ということで約5億円を稼ぎ出している。やっぱり強いですね。作品の評価も結構いろいろ、どうなんでしょう、おおむね良好な感じですかね。はい、まあ特にね、まあ何度も言ってますけど、新とつくとねどうしてもやっぱり新エヴァンゲリオンとか新ゴジラがイメージされていて、そちらのを見た人、まあ特に新ゴジラだと思うんですけど、新ゴジラを見ていやいや面白いと思った人たちが新ウルトラマンに流れたっていう人が多いと思うんですよね。もう生粋のウルトラマンファンとか、要するにこういったつぶらや映画のね空想、まあ特撮映画ファンが、が言ったというよりは、まあもともとそんなにゴジラにもウルトラマンにも言うほど興味のなかった人たちが新ゴジラを見て面白いと思ったからウルトラマンの方も見てみましょうというね、そういう流れで、結構ヒットにつながってるんじゃないかなと。で、同じ、この監督じゃない、これ監督じゃないですね、今回はこの庵野さんですね。庵野秀明さんは今度ね、前東映の映画を見に行ったんですけど、予告編で新仮面ライダーの予告編が入ってましたね。はい、どうなるんですかね。で、まあウルトラマンですけど、まあシンゴジラみたいなテイストは、まあ序盤は確かにシンゴジラのテイストなんですけど、中身はね至って真っ当なウルトラマンでしたね。うん、だからウルトラマンが、生粋にウルトラマンが好きな人は楽しめると思います。はい、あとまあウルトラマンにあんまり興味のない人たちがこの映画を見てどう思ったかっていうところは、まあそれは人それぞれだと思うんですが、おおむね評価は悪くないんじゃないかな。あ、だからこのシンっていうタイトルにシンがつくと、何ですかね、この観客の信頼度が上がるみたいなところが今後続いていくのかな。だから新仮面ライダーも、それなりにヒットを見込めるんじゃないかなと思います。まあ庵野秀明がね、庵野秀明さんが、関与してるってこともあるし、なかなかいい、面白いマーケット作りましたよね。シン・ゴジラから始まって、シン・エヴァンゲリオン、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダー。あとなんかあんのかな？またこういった形でね、実写映画化いろんなものをしてもらいたいなと思うんですよね。うん、個人的にはね、シン・バビル2世やってもらいたい。バビル2世の実写映画化やってもらいたいなと思いますね。あと案外シン・キャシャーンとかもね、まあいかにもキャシャーンは一回実写映画化されてるからね。うん、宇多田ヒカルの元旦那によってね、実写映画化されてるけど、あれはちょっとどうかなと思ったけど、バベル2世、僕は個人的にはね、バベル2世やってもらいたいな。あとね、新ジムボタンもやってもらいたい。皆さんジムボタン知ってる？あれミハイル・エンデのね、原作の、まあアニメなんですけど、まあいいや。バベル2世見たくないですか？バベル2世。うん、僕ね、バベル2世が好きなんですよ。ちっちゃい時ね、バベル2世になりたいって思ってた時ありますからね。憧れてました。僕の中でのヒーローでしたね。はい、というわけで、2位。こちらがね、新作になりましたね。5等分の花嫁ということで、累計発行部数1600万部を超える青春、春葉ネギっていうんですかね。春葉ネギっていうのかな？ちょっとわかんないんですけど。
人気コミックを元にした劇場版アニメーション映画5等分の花嫁が土日2日間で動員20万人、興収2億6700万円を挙げ初登場ということで、公開3日間の累計は動員29万人、興収3億9000万円とかほぼ4億円なんですよ。テレビアニメ異世界食堂シリーズの、監督さんが、手掛けたみたいですね。でこれね、密かに何がすごいんですよこれ、まあ、シン・ウルトラマンにはね遠く及ばなかったとはいえ、これね今回ね大快挙なんですよ。なんでか、これを見てください。劇場公開規模108なんですよ。まあミニシアターにちょっと毛が生えた程度のね、劇場公開規模めちゃくちゃ小さいんですよ。もう圧倒的に小さいじゃないですか。ほらこの一連のね、もう全部大体これランキングしてるのって300大きく超えてきてるでしょ。300割ってるのこれだけなんですよ。それも3分の1かほぼ4分の1ですよね。にもかかわらず今週新作の中では1位なんですよ。はい、だから結構これね、今週は対策がいっぱいあるわけよ。対外の道ね、スクリーン公開関数が334、そして、この鋼の錬金術師完結編ですね、349巻なんですよね。今週は対策がね2つ入っている中でそれらを抑えての1位なんですよ。で、しばらくねどうですかね、300を超える対策ってっていうのがしばらくはないんじゃないかな。邦画だとね、洋画はまだあると思う。洋画はまあこれから出てくるとは思うんですけど、邦画でスクリーン関数がね、スクリーンの公開関数が300を超えるって多分おそらくねしばらくないと思うんですよ。ないはずなんですよね。なのにもまあにもかかわらずこのね邦画2つがまあこういった成績、まあ後で触れますけど、それを大きく抑えてね108巻の5等分の花嫁がね2位で、3日間で、4億円近くを叩き出してるっていうことは、おそらくこの108巻のスクリーンはほぼ満席だったんじゃないですかね。だって108しかないのに、IMAX とかない中で多分一つの映画館で1スクリーンでやってたと思うんで、それで4億円稼いだっていうことはもうほぼ満席だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、逆を言うとこのタイガとかね、この鋼の錬金術師に至ってはガラガラだったんじゃないですかね。まあ、とにかくねすごいですね。はい、こちらですね、第3位は、まあ、ちょっと落ちてしまいましたね。名探偵コナン、ハロウィンの花嫁。累計では前作を超えていて、動員572万人、興収79億円ですか。今年はね、コロナのいわゆる緊急事態宣言とか、まん延防止措置がなくなっちゃった、ないんで、去年はね、去年のこのね、ヒーローの弾丸は、ちょうどね、緊急事態宣言ともろかぶりして映画館が休業しちゃったんですよね。本当に意味のないことでしたよね。まあそれはともかく、まあ、それによってね、興収が100億円いくって言われてたんですけど、70何億円で、まあ最終的にはストップしてしまったんですよね。それがなければ100億円いくんじゃないかと言われていたんですけども、なぜならその前の作品がですね90億円突破してるんですよ。でこんなんていうのは毎回興行収入が右肩上がりなんですよ。だから90億円突破した時点で次は100億円いくんじゃないかって言われた時に、ヒーローの弾丸が水を差しちゃったんですよね。まあこれはコロナのせいで作品には罪はないんですけど、そして今年どうかと。でね、蓋開けてみたら今80億円ぐらいなんですよね。で今何週目ですかね。6週目か。6週目で20億円、あとね、これから20億円稼がなきゃいけないとなると、ちょっと厳しいかな。やっぱり20億円ってね、まあ一つの映画のヒットの目安となる興行収入なんで、この時点からもうそのヒットと目安となる20億円を稼ぎ出すっていうのはね、ちょっと難しいですね。で、この名探偵コナンシリーズっていうのは、完全にね初速型なんですよ。初速でガンって稼いで、まあ、あとはね尻つぼみになってフェードアウトしていくっていう興行形態なので、まあ、それも考えるとねやっぱりちょっと80億円台で終わっちゃうのかなってことですね。2つ作品前がね2年前が90億円超えたのに、条件が同じにもかかわらずその2年前の作品にもね
届かなかったっていうのはやっぱり去年が響いたのかな。やっぱり去年、根性のフィストがね、じゃなかった、ヒーローの弾丸が見られなかった人たちが熱が冷めちゃったのかもしれないですね。やっぱり コロナによって、ずっと見てきた人たちが一作でも見なかったっていうことで熱が冷めちゃうって結構あります、ありますもんね。ずっと見てきたものを突然こうやめちゃうと、一回でもやめちゃうと、それ以降続かなくなるっていうか、もうそこから先、もうやめてしまうっていう現象って結構人間にはありますからね。だから去年のね、コロナによって、見なくなっちゃった人が、今年も見なかったって、本来去年見とけば、今年もちゃんと見てくれたであろう人たちが、見てくれなかったっていうのはね、おそらく20億円分あるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まあ80億円台でそうなるとね、来年以降がどうなるか、これがきっかけに、今までずっと上がってきたものがどん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 下がっていくっていうね。まあまあとはいえね、80億円とか90億円稼ぎ出すあのブロックバスターですから、まあまあまあずっと続くと思いますけどね。うん、これが半減したところで50億円稼げるわけですからね。今アニメーション作ってね、30億円稼げれば大ヒットですから、それの3倍ぐらい稼いでるわけなんで、まあ、半減したところでね、2倍稼いでるってことになるんで、まだまだ、全く問題ありませんけど、いつかは100億円ね、超えてほしいですよね。はい。というわけで、次新作ですね。大河への道。これがね、第4位なんですよね。落語家、立川志の輔による新作落語、大河への道、伊能忠敬物語を中井貴一主演で映画化したのが、この大河の道っていう、まあ、これ、落語だったんですね。原作というか元ネタは落語なんだ。立川志の輔さんによる、新作落語で、まあ伊能忠敬は、日本地図を作っていないという、まあ僕たちがね歴史で習った定説を覆すような内容なんが出てきてしまったってことで、ちょっとしたパニックが起こるみたいな、まあそんな話ならしいんですけど、まだ見てないんですけどね。確かに日本史僕も習ってましたけど、日本の地図は伊能忠敬が、作成したっていうのはもう決定事項としてね、もう確約事項として習ってましたけど、確定事項としてね。でもどうやらそれは違うみたいだという、途中で死んじゃったかなんかみたいなね、まあ説が出てきて、それによって右往左往するみたいな話ですかね。花の後の中西健治監督がメガホンを取り、中井貴一をはじめ松山健一、北川景子ら、まあね、そうそうたるキャストなんですよ。で、過去と現代パートに分かれて、それぞれ一人二役を演じていると。最近ね、この一人二役、過去と現代パートに分かれて、一人二役を演じるといえば、映画じゃないですけど、僕は最近ね、レビューしましたゲーム、春雪亭レトロチカがね、まさにそれだったんですけど、一人の役者さんがね、この映画は二役ですけど三役演じたんですよね。大正昭和現代に起こる、それぞれの事件で、それぞれ役者さんたちがどの時代にも出てきて、それぞれまた違う役を演じるみたいな、一人三役演じてたんですよね。はい。まあ内容が地味だからね、4位に終わって、でもまあどうなんですかね、この公開関数で、上位に組み込めないのはちょっと厳しいですよね。ましてや五等分の花嫁がね、3分の1の公開関数ではるかに上回ってますからね。ちょっとこれはこけたんじゃないでしょうかね。厳しいですね。これだけのスタッフ、役者さんたちがね、そうそうたる役者さんたちが出ているから、キャストに払われる、キャストへのギャラも相当なものだったと思うんですよね。で、まあ、内容は内容、大河ネタですから、ターゲットは年配層だったと思うんですよね。まあ、いわゆるシニア層をターゲットにしていたっていうのもあるんですけど、このね、今ね、シニア層ってやっぱり人口が多いんで、バズればね、当たればものすごくなるんですよ。やっぱりシニアに見てもらうと一番いいんですけど、ただ今ねシニア層っていうのが映画館に足を運ばないんですよね。やっぱりまだコロナに対する警戒感が一番強いので、
ぱりシニアの皆さん、なかなかね、外出られないんです。で、行かないんですよ。まあ、僕の母親も、未だに引きこもってますから、やっぱり怖いからね、外に出るのが怖いっていう、まあ、持病もあるんで、外に出るのが怖いということで、もう絶対映画館とか、こういう繁華街っていうのは、もうなるべく立ち寄らないようにしてるんですよ。で、話聞くと、やっぱり知り合いの方とかもね、そういう人たちが多くて、やっぱりちょっと今ね、シニア層はね、映画館に足を運びにくくはなってるんですよね。まあ、とはいえね、最近僕もいろんなミニシアターとかもね、見に行きますけど、まあ、シニア層そこそこいますけどね。ただ、やっぱり絶対数としては映画館に足を運ぶシニア層がめちゃくちゃ減っていると。まあ、最近はね、若者は戻ってるとは思うんですけど、シニア層以上の人たちがね、まだまだこのコロナから戻ってないのかなっていうのが現状。その痛手をね、ダメージをもろに被っちゃったのが映画界ってことになるわけで、なんとかね、シニア層を取り戻したいっていうところなんですけど、まあ、この大河への道ね、まだちょっと、ね、タイミング的には時期尚早だったのかなと。まあ、緊急事態宣言もね、なくて、まん延防止もね、解除されて、今、なんとなく、アフターコロナになりつつはあるんだけど、まだね、シニア層においては、まだまだ、コロナ真っ最中の意識の人が多い。まだ1、2年かかるのかな。だから、シニア向けの映画っていうのは、もうちょっと待った方がいいのかもしれないですね。ただね、五等分の花嫁がね、これだけヒットしているっていうことは、若い人たちは来てるってことですから。今は若い人を取り戻す、お客さん、若い者の人たちをね、ターゲットにした映画作りにシフトしていった方がいいのかなと思いますね。まだまだちょっとシニア層は厳しいと。はい。いうことになりますね。で、他はどうですか？そしてね、今回の一番の問題がこれですね。鋼の錬金術師完結編。はい、完結編2部作なんですよ。でね、9位なんですよね。で、公開規模一番大きいじゃないですか。今回ね、今週の中で一番大きいんですよ。300、もうほぼ50巻でやって、いや、なんっていうかね、本当映画っていうのはよくわからないですよね。ヒットする映画っていうのはさ、もうヒットするじゃないですか。ね、なんでこの映画ヒットしたんだって、よくわかんない映画がヒットすることもあるのに、これはいけるだろうと。だって、鋼の錬金術師って原作コミック大人気で、ものすごい高い評価を受けてて、みんなファンがめちゃくちゃ多いわけですよね。その映画がなんでここまでこけるのかと。だって、まあ、それはね、前作があって、前作の評判がめちゃくちゃ悪かったっていうのもあるんだけど、とはいえ一定数の原作ファンもいるし、まあ、前回の映画の後から鋼の錬金術師を見ている、読み始めた人も一定数いるし、まあ、そもそも原作ファンがね、めちゃくちゃいる、パイがめちゃくちゃ大きい中で、なんで大河への道よりもね、ここまでね、動員数が、響かないのか刺さらないのか、ここまでね、落ちてしまうのかって、初週ですからね、死刑に至る病とか、流浪の月とか、ねえ、よりも下にいるわけですよ。もう3週目とか2週目ですか、まあ、死刑に至る病なんて3週目ですからね。で、公開規模なんかもっと少ないですよ。ねえ、7割ぐらい、半分とはいかないけど、まあ、6割、7割ぐらいの公開規模で3週目の、まあ、どちらかというと結構地味めなこの映画がね、に、初週で負けてる。対策ですよね。かなり CG とかもふんだんに使ってるから、結構お金かかってるし、キャスト陣もかなり豪華ですよね。だって山田涼介主演でしょ？これはちょっと映画会社としてはね、結束を、ちょっと結束変えてるんじゃないですかね。今、真っ青になってるんじゃないですか。というのも、完結編って2部作なんですよ。で、今回、復讐者スカーで、次はね、最後の錬成という、6月24日に控えてるんですよね。こんな大こけしちゃって、もう大丈夫なのかっていうね。なんで2部作にしちゃったんですかね。っていうかもう、すでに、鋼の錬金術師、前作1作目がね、こけてますから、大こけしてますからね。だから、まあ、こけてるというよりは、評価がめちゃくちゃ低いんですよね。まあでも、にもかかわらず、やっぱり原作もの、原作コミックものっていうのは、一定数やっぱりファンの人たちがね、どんな作品であろうと見てくれるだろうという、
やっぱり思惑があったからやっぱり作られて、それも2部作だですからね。まあ、それだけ鋼の錬金術師の原作に対する期待が大きいっていうか、まあ、これだけの読者がいるんだから、これぐらいやっても大丈夫だろうという目算でね、試算を出して2部作構成にしたと思うんですけど、これね、今頃ね、関係者真っ青になってるんじゃないですかね。これ大コケも大コケですよ。最近の中ではちょっと、今年一番の大コケになるんじゃないかなって思いますね。これはもう赤字も赤字、制作費の回収すら不可能でしょう。2つ作ってるからね。で、今週がこんなレベルだから、次のね、この最後の錬成ですか。これ下手すると、初週ランキング圏外スタートも考えられますよね。大丈夫なのかな？だってもうこれさ、これ見なかった人は、この復讐者スカー見なかった人は、最後の錬成編見ないでしょ、次の2部作。ね、後編は見ないと思いますよ。厳しいなぁ。で、まあ、映画会社としては、これまたやるのかな？こけちゃったから、なんとか取り戻すために、この復讐者のスカーを、もしかしたら、ネット配信したりとかね。要するに、ネットフリックスとかアマプラに無料配信したりとか、あと最悪、民放放送で、来月、もしかしたら民放放送でね、金曜ロードショーか何かに流しちゃうかもしれないですね。一回ね、デスノートがそれやったんですよね。ただデスノートは前編と後編そこまでもうちょっと期間があったと思うんで、あの時も結構バッシングがあったと思うんですけど、まあでもね、来月ですからね、それは難しいか。来月ですもんね、これ6月ですからね。ということは、まだこの鋼の錬金術師のこの復讐者スカーが、まだ劇場公開されているこのタイミングで、民放放映しますかね。いや、さすがにこれは、見た人たちが怒りますよね、今度。ちゃんとお金を払って見た人たちが、なんじゃそりゃって怒りますよね。まあ、そんなんだったら見なかったわってなりますもんね。そうなるとね、観客の皆さん、ファンの人たちすらも、裏切ることになっちゃうんで、ね、ネットフリックスとか、アマプラでね、配信されるってことになると、これは映画館で見た人たちがちょっと怒りますよね。黙っちゃいないですよね。これどうすんのかな。でもな、これ何か手打たないと、後編の方かなり厳しいことになっちゃうと思うんですよね。やっぱり結構、思い切った手を打ってくるんじゃないかなと思いますね。やっぱり配信かな。まあ、民放はちょっと厳しい。民放はさすがにやらないと思うから、民放に放映するなんてことはしないと思うんで、やっぱり配信ぶつけてくるかな。まあ、ちょっとね、このまま普通に、ストレートにね、次劇場公開してたら、とんでもないことになりますよね。まあ、それか、公開規模めちゃくちゃ減らすかね。もう半分以下にするとかね。それは十分考えられますね。本当に都心部のある程度大きな映画館でしか流さないとかね。ただやっぱ契約があるからそうもいかないか。どうなんですかね。こういうのって契約あるでしょう。ワーナーブラザーズと。まあこれだけの公開規模で、いや、上映しますよっていう契約を結んでると思うんですよね。だからもう契約のこともあるから、公開館数も減らすっていうことはできないかな。どうなんだろう。まあ、どちらにしてもね、かなり、今ダメージがでかいから、なるべく、出血を抑えるようなね、措置は必要になってくると思いますね。ちょっとこんな結果になるとは僕もね、正直思いませんでした。今回の1位は、まあ、シン・ウルトラマンかもしれないけど、2位はね、もう間違いなく鋼の錬金術師が来ると思ってたんですよ。まあ、ぶっちゃけ、大河の道をに負けるとは思ってなかったんですよね。シニア層で、今もうほら、厳しいシニア層ですし、公開規模もこれだけでかいからね。わからんもんですよね、本当に。映画って、これが興行の怖さですよ。なんでここまでこけるのかがね、わからない。だって、パイはね、見るべき、要するに潜在的な観客っていうのはいっぱい
もう他とはね、この中では比べ物にならないぐらい多いのに、ここまでね、ランキングが低いっていうのはね、なんか、もう本当陰謀めいたものすら感じてしまいますね。はい。というわけで、クレヨンしんちゃんですね、クレヨンしんちゃんも頑張ってます。5位ですからね。あの、鋼の錬金術師よりまだ上にいるんですよ。こちらはですね、累計で動員143万人、講習17億円です。鋼の錬金術師はおそらく最終講習10億いかないですもんね。5億円とか、ね、6億円とかそんな程度で終わっちゃうんじゃないですかね。もう制作費の回収絶対無理ですね。そして、ドクターストレンジですね、こちらは6位ですけど、累計で動員123万人、講習が19億円に迫ってるということで、まあ20億円フィニッシュできたらいいよね的な感じですかね。しんちゃんが5周目、ドクターストレンジが3周目か。まあドクターストレンジはね、20億円フィニッシュぐらいじゃないですかね。まああの、まあ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 、20億円いけばね、合格ってことではないでしょうか。しんちゃんもおそらくね、17億円だから、まずまずといったとこなんじゃないかなと思いますね。はい。まあ今週はね、もう本当にやっぱり、どうしてもこの鋼の錬金術師の大コケに、注目が集まってしまって、あとまあ密かにね、5等分の花嫁がすごいぞと、これどこまで記録伸ばすんですかね。まあ、読んだこともないし、見たことがないんで、こういう画風が僕苦手なんですよね。昨日、前回もなんかで言ったと思うんですけど、ちょっと苦手な画風なんですよね。可愛らしすぎると言いますか。でもこんなにね、人気があるヒットするっていうのもね、鋼の錬金術師よりは、絶対的に原作の人気はね、鋼の錬金術師だと思うんですけどね。映画はね、圧倒的にこっちだという。まあでも、画風はね、好みではないけども、まあ絵は綺麗ですよね。まあなんとなくこう、日本人受けするアニメの画風かなっていう。まあ可愛らしいですもんね。ただ僕映画館で見るときはこういう画風ちょっとあれなんですけど、ただ魅力的ではあるなと思います。あの、絵自体はね。画風は確かに、あ、日本の良さが出てるなっていう。綺麗で可愛らしくて嫌味がない。ですよね。ああ、なるほど、なるほど。二次元好き？まあ、ちょっと三次元の恋愛を諦めた人たちが、走りそうな、画風なのかなっていうね。闇のない画風ですよね。なるほどね。まあ、これから本当にね、いろいろ興行というものを僕も見ていこうかなと思ってるんですけど、なかなかやっぱり難しいですね。はい。じゃあね、毎週恒例、ミニシア、こちら、毎週恒例、まあ、歴代ランキングね、見ていきましょうということで、呪術廻戦がですね、あと3000万円ですね、ラストサムライ。いけるのかな？いけそうな感じしないでもないですけど、もうあとね、劇場公開ももう、ちょっとで終わりなんですよね。だから、なんとかラストサムライ越えをして、まあ、あと、舞台挨拶か何かね、多分あると思うんで、あったと思うんで、それで回収できるんじゃないですか？で、ラストサムライ越えで、14位フィニッシュっていうことで。まあ、さすがに天気の子を超えるのはもう無理でしょうから、14位フィニッシュっていうことで、まあまあまあ、おめでとうございますといったところですね。まあ、なんだかんだ言いながら15位内までね、つけちゃったわけですから、やっぱり呪術廻戦はすごいなと思いますね。はい。そしてね、来週以降、じゃあ新ウルトラマンを超えることができるのかっていうことなんですけど、本命が来てます。こちらです。はい。もう皆さん大好き。トップガンですね。トム・クルーズが今来日してるのかな？来日したのかな？あ、今すごく話題になってまして、トップガンがね、今週金曜日来ますので、まあ、まあ、これは外さないでしょう。これも大規模公開で350巻ぐらいでやると思うんで、あと IMAX、とかもフル活用されてね、4DX とかも全てフル活用されるんで、映画館もかなりこれに期待してると思うからね、もう本当にコロナで延期で、もう2年ぐらい延期されてますからね。そして、まあ、がっつりこれ1986年の一作目、トニー・スコット監督だったっけね、これ。もう亡くなっちゃった。トニー・スコットは亡くなったよね。トニー・スコット監督の、
まあ映画なんですけど、続編ということで、まだトム・クルーズがねめちゃくちゃ若かった時の映画で、まあ、トム・クルーズのねある意味これが出世作になったのかな、これだったっけ出世作って。でこれによってトム・クルーズがまあ一躍スターダムにのし上がって、まあ現在に至るわけですけど、今でもねあの第一線を走ってるトム・クルーズかっこいいですよね。さあやっとねトップガンマーベリック見ることができますよということで、僕もねこれはもちろん見に行きますので、見たらね、レビューあげます。そして、他はどうかな、瀬戸内寂聴の映画がありますね。ウォーハント、ミッキーロークの映画か、なんかちょっとこれ見たいかな、アクションホラー。なんかねナチスとかが出てくるアクションホラーって結構、ナチスとゾンビとかって結構ホラーって結構相性いいじゃないですか、結構好きなんですよね僕、ミッキーローク好きです。あとはうーん、個人的にはこのねメキシコで、行方不明になった息子を探す母親の物語、これもちょっと気になってるんですよね。ミステリーなのかなこれ。これは人間ドラマですかね、ミステリーではないのかな。あとはちょっとドキュメンタリー、このねゴーストフリートっていうこのドキュメンタリー映画ね、これもちょっと気になりますね。はい、というわけで、まあ、今週はもうね、トップガン、マーベリック一択状態ですね。まあ、トップガンしか勝たんみたいな状態になってます。おそらく、来週の1位はトップガンでしょうね。シン・ウルトラマンの今週の興行収入が3、いや、約4億ですから、あ、もう間違いないですね。もう来週は3億行くかどうかってとこでしょうから、5億か、ごめんなさい、シン・ウルトラマンの今週の興行収入は土日2日間で約4億8600万円なので、今週はおそらく4億行くかどうかですから、5等分の花嫁がね約4億、まあ IMAX シアターとかね、あるので、まあこれね、このランキング、興行収入ランキングって僕言っちゃってますけど、ごめんなさい、これ動員数ランキングなんですよね。動員数ランキングなんで、まあ、トップガンであればね、まあ、老若男女が見に行く映画ですから、まあ、外さないでしょうね。来週1位はトップガンマーベリック。そして第2位が、まあ、なんだかんだ言いながらまだシン・ウルトラマン。そして第3位が5等分。まあ、これ、トップガンが第1位になって、あとは、一つずつずれていくような感じですかね。来週のね、この鋼の錬金術師がどうなるのか、ランキング圏外に落ちるのか、それとも持ち直すのかが、ちょっと気になるところではあります。はい。というわけでね、今週のミニシアターの興行収入ランキングも見ていきましょう。まあ、動員数ランキングですね。ごめんなさい。いつもね、興行収入ランキングって言っちゃってるんだけど、動員数ランキングです。今更ながら気づいたよみたいなね。第1位がね、今ね、新作が、今週は結構新作動いてますね。ひまわりがね、やっぱり人気ありますけど、先週1位から4位まで転落してます。第1位がですね、アハ・ザ・ムービーということで、皆さんアハって知ってますか ?1985 年にリリースしたデビュー曲、Take on Me が世界的ヒットを記録したノルウェー出身のポップグループアハの軌跡をたどったドキュメンタリー映画となっています。1982年のオスロで、モートン・ハルケット、ポール・ワークター、マグネ・フルホルメンの3人によって形成されたアハ。デビュー曲 Take on Me は革新的なミュージックビデオが大きな話題を呼び、アメリカビルボードで1位を獲得しました。ファーストアルバム Hunting High and Low は全世界で1100万枚、すごいね、1100万枚以上もの売り上げを記録し、瞬く間にスターダムを駆け上がりました。その後もヒット曲を次々と世に送り出すが、次第にメンバーの間に溝が生まれていくんだ。3人の出会いとバンドの結成、競争の80年代から90年代、解散と再結成を経て、今なお進化し続ける彼らの姿を描き出す。
まあ、アハって言ったらね、僕ら世代、50代世代にとってはど真ん中じゃないですかね。とはいえ、僕ね、洋楽全く知らないんで、アハって名前しか知らないし、こう、テイクオンミーって曲が、どんな曲なのか知らないんです。まあ、聞けばもしかしたらね、ああ、知ってる、メロディーは知ってるってなるかもしれませんけど、テイクオンミーってどんな曲って言われても、僕、答えられないんですよ。どんな曲なのかわからないんですよね。っていうぐらい、洋楽は全然知りません。ただ、そんな僕でも、このアハっていう、このバンドは名前だけは知ってましたね。ただ彼らがノルウェー出身とかね、そういうのは知りませんでした。アハっていうのが有名だったのは当時ね、80年代、90年代、まだバブリーだった頃にね、よく聞きましたからね、アハっていう。ファンの人もすごく多かったですね、当時。僕は本当に全然洋楽興味がなかったんで、全く知らないんですよね。なので、まあ、ただね、やっぱり1位に来てるってことは、アハのファンの人たちね、まあ、僕ら世代の、年配のね、僕ら世代50代、60代のファンが多かったってことなんじゃないでしょうかね。はい、そして第2位がね、次、ワンセカンド永遠の24フレームということで、北京冬季オリンピック、パラリンピックで閉会式と開会式の総監督を務めたことでも注目を集めた巨匠、チャン・イーモア監督が、映画をめぐる様々な思いを描いた人間ドラマです。1969年、文化大革命下の激動の中国、造反派に抵抗したことで強制労働省に送りになった男は、妻に愛想を尽かされて離婚となり、最愛の娘とも、親子の縁を切られてしまいます。数年後、22号という映画の本編前に流れるニュースフィルムに、娘の姿が1秒だけ映っているとの手紙を受け取った男は、娘の姿を一目見たいという思いから強制収容所を、脱獄し、逃亡者となりながらフィルムを探し続ける。ほう、面白そうだね。男は22号が上映される小さな村の映画館を目指すが、ある子供が映画館に運ばれるフィルムの缶を盗み出すところを目撃する。フィルムを盗んだその子供は、孤児の少女リュウだった。最愛の子、サンガノスタルジーのチャン・イーが、主人公の男を演じ、少女リュウ役を本作でデビューを飾ったリュウ・ハオツォン。村の映画館を仕切るファン・デン・エー役を、同志下山などで知られるファン・ウェイが演じてますと。まあ、なんとなくね、ちょっとなんとなくにこういったね、映画系ノスタルジー映画っていうと、どうしてもイタリアのニューシネマ・パラダイスを思い出しますけど、ちょっとそういった感じのね、まあ、どうしてもやっぱこう、中国ノスタルジーっていうと、文化大革命がね、切っても切り離せません。まあ、なんかね、僕もね、文化大革命っていうのはめちゃくちゃ興味があって、あの当時の中国の人たちがどういう生活を送っていたのか、っていうのがね、めちゃくちゃ興味があるんですよね。まあ、最近になってね、だんだんこう、明らかにはされてきてますけど、まあ、この文化大革命っていうのは、毛沢東が起こした、まあ、一種の学生運動という名の、まあ、学生を扇動してね、まあ、とんでもないことしたわけですよね。結局、いろんなものを破壊しちゃったわけですよ。まあ、要は、文化大革命のもとではね、全くの自由、人間のね、娯楽が全て奪われてしまったわけですね。まあ、要は少しでも、反共的な、要するにこう反、共産主義を批判するようなことを言ったら、あっという間に強制収容所に送りになるわけですよ。でもう、密告制度がはびこってましたからね。まあ、もうみんなお互い猜疑心、疑心暗鬼になっちゃって、発言もできないわけですよね。噂話もできない。まあ、そんなことしたらね、連れてかれますから。実に怖い時代だったわけで、まあ、その中でもね、やっぱりこう、人々はどのように生きていたのかっていうね。まあ、人間ですから、やっぱり娯楽がないと生きていけないですからね。こんなこう、隔絶された、社会において、人々はどうやってね、娯楽を満喫していたのかっていうのはね、気になるところではありますし、あといいですね、このニュースフィルムに自分の娘が1秒だけ映っているっていう、このなんとなくね、ミステリアスな感じもいいですよね。この映画ちょっと見たいな。どこでやってんだろう。もしかしたらこれ見に行こうかなと思います。
そして第3位がね、シンガーソング、笑顔を咲かす歌声ということで、フルモンティのピーター・カッタネオ監督が軍人の妻たちが結成した合唱団の実話をもとに描いたヒューマンドラマとなっております。愛する夫を戦地を送り出し、無事を願いながら、イギリス軍基地へで暮らす、イギリス軍基地で暮らす女性たち、夫を謙虚に待ち続けることを求められる彼女たちは、互いに支え合って苦難を乗り越えるための、合唱団を結成します。年長者のケイトやアクティブなリサが中心となり、メンバーの心と歌声は徐々にまとまっていく。そんなある日、彼女たちのもとに大規模な戦没者追悼イベントへの招待状が届きます。ところがそこへ最悪の知らせが舞い込みということで、ああそういうことか、旦那のね、訃報が届いたってことなんでしょうね。1980年代のを中心とする人気ポップソングの数々や、実際の合唱団メンバーの手紙から作られた楽曲など、劇中で歌われる曲が女性たちの心情を豊かに表現しているということでね、いわゆるね、こういう合唱系映画って、最近でも僕ね、合唱団、あれは合奏団でしたけどね、パレスチナのいわゆるユダヤ人とパレスチナ人がなんていうかオーケストラを結成するみたいな映画をね、ちょっと前にタイトル忘れちゃったけど紹介したと思うんですが、思い出しました、タイトルね、クレッシェンド音楽の架け橋っていうね、映画だったんですけど、これは僕の今までの映画体験で言えることなんですけど、なんか合唱団とかオーケストラ合奏団ねが出てくるとモチーフにした映画って結構傑作が多いなっていうイメージがあるんですよね。良作傑作が多いですよね。特に合唱団系の映画っていうのはね、傑作が多いと思いますよ。はい。そんな感じで。というわけでね、あともう一つ。これがね、第何位 ?5 位か。私の話、部落の話というね。これドキュメンタリー映画です。日本に根強く残るブラック差別を題材にしたドキュメンタリー。かつて日本には得た否認と呼ばれる先民が存在しました。日本史の教科書で習いましたよね。1871年に明治政府が発した解放令により先民身分は廃止されたものの、それ以降も彼らが住んでいた地域は部落と呼ばれ、差別構造は残り続けました。現在、法律や制度上は、部落民は存在しないが、少なからぬ日本人が根強い差別意識を抱えています。映画では、ブラック差別の起源、変遷から現状までを描き、積み重なった差別の歴史と複雑に絡み合った背景を紐解いていきます。これちょっと見たいかな、ブラック差別のね、ドキュメンタリー映画ということで、僕はね、静岡県浜松市出身で、あんまりね、あそこら辺界隈って、ブラックというものに対しての意識がそんなになくて、そういう地域があまりなかったのかな。でもね、関西とか、あと北九州ですね、に行くと、結構、小学校の頃から、ブラックに対する教育、道徳で、ブラックの教育を受けていたみたいなこと聞くんですよね。僕はね、小学校時代、いわゆるブラック差別に対する教育はね、受けた記憶ないんですよ。中学の時もなくて、なので僕ね、お恥ずかしながら、ブラック差別というものの存在を知ったのって、本当にね、高校生になってぐらいなんですよ。それまで中学生ぐらいまで僕ブラック差別というものを、得た否認というのは知ってたけど、得た否認というのが存在したというのは歴史の教科書で習っているけど、そういった得た否認というブラック差別が現代に通じてるっていうことを知ったのは、結構高校生になってぐらいなんですよね。それまでブラック差別っていうものはほとんど知らなかったし、意識もしたことなかったんですよね。高校生の時もまだピンときてなくて、僕大学はね、北九州だったんですよね。で、北九州って結構ブラック問題っていうのが結構根強いというかあって、でね、大学行った時に、まずその大学の先生、レクリエーションを受けるわけですよ。まず大学入って、大学生活にのレクリエーションみたいのがあって、でね、これはもう多分、
今だと問題になっちゃうと思うんだけど、このエリアとこのエリアとこのエリアとこのエリアは絶対に行っちゃいけませんって言われたんですよ、学校側から。何されるかわからないから、理由は何が起こるかわからないから絶対に行っちゃいけませんって言われて、それはいわゆるまあブラック地域のことだったんですね。うん。でまあこれね、まあ偏見だって言われ、まあ偏見もちょっとあるんですけど、まあ偏見を助長するのかもしれないけど、で面白半分で僕の先輩がそこ行ったんですよ、車でウィーって。そしたらなんかすごい変な人たちに襲われて車をボコボコにされたんですよね。でこれまあ嘘の話じゃなくて本当なの、僕もその車見ましたし、で実際僕の先輩が何人もそこで襲われたって言ってたんで、まあすげえ怖かったって言ってて、まあ、車もボコボコにされたんですけど、うん、まあそういうのがあってね。でそこら辺から僕は、あ、こういうブラック差別っていうのがあるんだっていうのを、まあ、実感したんですよね。だから初めて僕がブラック差別というものを実感したのは大学になってから北九州に行ってからなんですよね。まあ、それから、あ、ブラックの人たちって差別されてるんだとかね。で結婚ができなかったとか、まあ、なんか結婚反対されたっていう話もそこら辺からポツポツと聞き出して、聞くことがあって、あ、ブラックの人たちって結婚とかで差別されて、まあそのまあ出自が原因で結婚できない人たちもいるんだっていうことを大学生ぐらいになってから知ったんですよね。まあその人たちには何の問題も落ち度もないから、やっぱりね、これブラック差別っていうのは絶対あってはならないことだと思うんですよね。人間性には関係ないですからね。まあそもそも彼らにもし人間性にもし問題が生じているのだとすれば、結局差別によってそういった状況に追い込まれたゆえの人間性になってきますから、差別されてなければそういった人間性にならなかった可能性もだって高いわけでね。結局何が悪いかって、差別した人たちが全て悪いと思うんですよね。でちなみにですね、このブラックって言葉なんだけど、僕のね、あの実家があるところってブラックってある言われるんですよ。っていうか、そのブラック差別のブラックという意味ではなくて、まあ、僕の生まれあの実家はね、田舎、ど田舎なんですけど、まあなんとか町なんとか町なんとか町って地域、町名があるわけですよ。その町名一つ一つがブラックって言われてましたね。なんとかブラックの人たち、なんとかブラックの人たちって、なんとか町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 だから全部ブラックって言われてたんですよね。え、町全体がね、2万人近くいる、2万人ぐらいか近くいる町全体がブラック民なんてことはありえないからねありえないから、それに僕らの町ではそのブラック差別っていうのを聞いたことがないんで、例えばじゃあ僕らの町の出身者がね、ブラック民だから結婚できませんでしたなんて話も一切聞いたことがないから、多分僕らの言うブラックっていうのとこのブラック差別のブラックっていうのは多分違うんでしょうね。まあ名残なんですかね、ブラックっていうのは。多分ブラックとは差別とは、ブラック差別とは何の関係もない地域のことをブラックと呼んでいる地域が今でもあるんじゃないかな。多分僕たち、僕の実家では未だにブラックって言って言ってますよ、年配の人は。まあ若い人たちも言ってんじゃないかな、あの部落はとかね、僕はあの部落の出身ですって、なんとか町の部落の出身ですみたいなことを言ってて、もう僕も普通に部落って言ってましたからね、町のこと部落って言ってましたから、僕の部落ではみたいなこと言ってて、なんかそれ普通に使ってたんで、多分それ知らない人たちからするともしかしたらお前部落民なのって思われるかもしれないですね。まあ少なくともね、いわゆるブラック差別、非差別者では僕はないんで、まあ、ブラックとは言ってましたけど、どうなんですかね、町のことをブラックって言ってる地域ありますかね、他に。ちょっと他全然知らないんで。とはいえね、まあ、この映画で扱うブラックっていうのは、まあ、僕の言うブラックではなくて、もういわゆる本当に非差別地域のことを言うと思うんですけどね。まあ、でも人間っていうのはね、差別っていうのはなくならないですよね、きっと。やっぱり人間っていうのはヒエラルキー、まあ何ていうかこう
ある程度分別分断したり分別することで自分のアイデンティティを守ってるってあるじゃないですか。やっぱり自分は一角の人間になりたいとかさ、平凡ではいたくないって考えてる人が多いわけですよね。自分は埋没したくない、平均に埋没してくないとかね、平凡には埋没したくないとか、あと個性を重んじる人もいますよね。やっぱ個性って大事とか、自分らしさとか自主性が大事って考えてる人たち結構いるんですけど、結局それってじゃあ自分は他の人たちとは違うんだよっていうことであるっていうね、自分が、まあ、他の人たちとは違うんだと、うん、自分はちょっと優れているんだとっていうことは結局自分以下なんだっていうね、これらの人たちは自分以下なんだっていう線引きをしてしまうことになるんで、まあ、結局それがね差別につながっていくんじゃないかなっていうね、まあ、こじつけですけど、まあ、結局得た否認っていう制度も、まあ、農民たちの生活があまりにも悲惨だったから彼らが自分たちの生活に誇りを持てるように得た否認っていうのを設定したんですよね。自分たちよりも下がいるから自分たちはまだマシなんだとね、まあ、いわゆるそういうヒエラルキーを作ってちょっとヒエラルキーのね上にしてあげることで優越感を味わってもらうと、そうやって農民の人たちをよいしょして、まあ、農作物をたくさん作らせて年貢を納めさせていたわけですよね。いわゆる一部の特権階級や権力者によってうまくコントロールされていたわけですよ。うん、だけど結局それがね、分かっちゃいるんだけど、まあ未だにこの差別意識がね根強く残ってしまうっていうのは辛いとこですよね。やっぱり平等でなければいけないけども、なかなかそれは難しいですよね。なんか何ですかね、やっぱりこのブラックってブラック差別の根底にあるところって、まあ、自分優越性、自分に対する優越感っていうのもあるんでしょうけど、もう一つ逆にもう一つ対照的にその対象への恐怖感っていうのもあるんですよね。ブラックの人たちは得体が知れないから怖いっていう警戒感ですよ。要するに彼らと行動を共にすると何をされるかわからないっていうね、要するに殺人とか強盗とか泥棒とか放火が多いとかっていうことを、まあ、僕たち、その人周囲にいる人たちは植え付けられていたと思うんですよね。放火が多いとか殺人が多いとか強姦とかレイプが多いみたいなね、あのエリアではみたいな。だから怖い人たちがいっぱい住んでいる、悪い人もいるかもしれないけど怖い人もいっぱいいるんですよって、だからいい人と怖い人を見分けなければいけませんよっていう恐怖感があるわけですよね。まあ、一種人狼じゃないけど、すごく優しい顔して近づいてきているけどブラック民である以上どういう人なのかは分かりませんよみたいなのが、そういう恐怖をね、やっぱり植え付けられちゃってるんで、それがまあ長い歴史の中でずっとこうもう遺伝されてるというかね、受け継がれちゃってるから、それを払拭するっていうのはねやっぱ難しいなって気はしますね。だからやっぱりイメージ戦略していくしかないですね。要するにもうブラック地域というものをクリーンにしていくっていうか、もうそういった痕跡をなるべく残さないようにしていくっていう動きが今結構大阪なんかでも、ね、あるみたいですね。いわゆるブラック地域を再開発するみたいな、綺麗にしちゃってもう当時の名残みたいのを一切消してしまう、雰囲気とか名残を一切消してしまうという動きはどうもあるみたいですね。まあそうするしかないのかな。やっぱりすぐにはなくせないんで、長い歴史の中で消していくってことですね。だからなるべくそういったもの名残を消していけば、まあ30年後40年後人々の記憶から消えていくってことで、差別をね消していくっていう作業になっていくのかな。まあ、それもねちょっとどうかなと思いますけどね。まあ結局名残を消すってことは歴史を消してしまうってことだから、臭いものには蓋してしまうってことにもつながりかねない。あとそのいわゆるブラックの生んだ、ブラック差別が生んだいわゆる文化とかもあるわけですよ。文学とか、演劇とか映画とか文化というものがあるんだけど、そういうのも消してしまうっていうのはなかなか難しいことだと思うからね。難しい問題ですよね。ちょっとこれ興味あるな、見に行こうかな。まあ確かにね、ブラックがネックになって結婚できませんでした、結婚を断られたとかね、結婚を反対されたっていう話はね、まあちょくちょくは聞きましたね。まあ特に北九州にいた時はなんかそういう話聞いた記憶があるんですよね。でも静岡
こっちに戻る、実家に戻った時にはあんまり聞かなかったんですけどね。一応ね、浜松市、僕の、実家のある浜松市も、一応ね、ブラックエリアっていうのはあるんですよ。はい、それも聞いたことはありますけどね。まあ、北九州時代、ちょっとブラックエリアと言われるところ、少しだけ覗いたところあるんですけど、やっぱりちょっとね、雰囲気がやっぱ他と違うんですよね。やっぱ怖いというか、ちょっと異様な、異質なものは確かにあったけど、まあ、それも一種偏見なのかもしれないですけどね。まあ、ただ、まあ、差別っていうのがね、いろんな差別があるけども、まあ、ルッキズム的な差別はしょうがないと思うんですよ。要するに、綺麗な人がもてはやされて、そうで、まあ、イケメンがもてはやされてね、僕らみたいなブサイクは相手にされない。まあ、これも僕から言わせてみれば差別ですよ。だけど、女の子はね、イケメンは、よいしょ、もてはすけど、僕のことは、ね、まあ、ちってよみたいな感じじゃないですか。ね、もう汚いおっさん、ちってよみたいな感じで。ねえ、キムタクみたいのはさ、もてはすじゃないですか。まあこれはね、まあ、差別なんとは思うんだけど、でまあ、しょうがないんですよ。こういう差別はね、まあまあまあ、もうしょうがないのかなと思うんですけど、まあ別にね、そんな支障ないで、生きていく上でね、いわゆる大きな支障はないんで、まあ結婚がしにくいとか、恋愛がしにくいっていうのはあるけど、まあこれはしょうがないと思うんだけど、結婚ができませんとかね、就職に、支障が出ますみたいな差別っていうのは絶対やっちゃダメだと思うんですよね。まあ、特に結婚と就職。あと、昇進。就職した後ね、仕事場での昇進ですよね。出世とか。そういうのに、出自だとかが絡んでくる差別っていうのは絶対にやっちゃいけないと思うんですよね。まあ、なんといっても出自ばかりはどうしようもないですからね。こう努力では変えられないものに対する差別はダメですもんね。まあルックスにおいてはね、小綺麗にするとか、あとまあ内面磨くっていうのもほら、結局いわゆるルックスっていうのは内面も結構にじみ出たりするものだから、内面を磨くことで、まあ特に男性はね、内面を磨くことでカバーすることもできるんですよね。まあそれゆえの差別、まあなんとかなる中のものに対する差別は、まあ目がいいのかな、まあ多少しょうがないのかなと思うけど、もう本当に生まれつきとか出自とかね、出身とか、もうどうにもならないことに対する差別っていうのは、やっぱ絶対やっちゃいけないですよね。とまあね、まああんまりちょっと、まあこういう差別の話とかね、こういう話をする、チャンネルではないんでね。ごめんなさいね、なんか余計な話をしてしまいました。はい、というわけでね、皆さんどんな映画を見たいですか。僕はね、ちょっと本当に今回の中ではこのね、まずチャンイモイモのね、この監督のね、ワンセカンドですか、これも見たいね、物語ものでは。あとこのブラックの話、これもちょっと見たいかな。これどこでやってんだろう、ポレポレ東中野とかかな。はい。まあいいや、もし見たらね、またレビューしたいと思います。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。あとね、新刊が出たんで、まあもしかしたらね、画像に貼り付けてるかもしれないですけど、新刊が出たので皆さんチェックのほどよろしくお願いいたします。ということで、以上、ミステリー作家の七尾よしでした。